はい、あるあるネタ、騙しコースでたまーに見かける仕掛けプラスアルファ、動画を見てるとチャーシュがよく引っかかってる印象。クリア自体は簡単にできます。アイテムや隠しブロックなどはありません。とりあえず 9.84。はい、ということで、これをね、ミーレズを一匹倒してからゴールで、はい。あっぷんで、あっぷんで、で、これ、危ねえのはいいんだけど、これどうやって、おはは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 。まあなんか、ある、今のはね、あるようなないようなって話もあんだけど、まあ、え？ね、これ、は？これちょっと待って。時間少ねえじゃねえか、これ、ほんとに。ちょっと待って、これさ、どうやっていけばいいの、これ。あ、いけた、いけた、いけた。どこだ？うわぁ、やっとけ、いけた、いけた、いけた。これ、あるかなぁ？あるかなぁ？でも結構ね、面白いね。まあ、確かにあれ、面白い。マーニャンチャンネルー。はい、世界最速1の1、Y プラス右、はい、ネタコースです。これ半自動だよね、これ。さあ、いえすんげえ早い、これマジ。もう、はははは。はいえこれマジで。面白いんだけど、これ。マーニャンチャンネルー。はい、リサーさんからいただきました、こちら、アブサーさんですね。はい、スターで駆け抜けろ。土下ブロックジャンプマン。スターで駆け抜け、スターで駆け抜けられますが、スターの効き目を切ると、ダイバスクって。ダイバスクって。いうことで、はい。よし、OK、OK。あ、これあれだよね。やべ、今のちょっと損したっぽいな。どうだろう。はい、よし。え、どこだ？オッケーオッケーオッケー、はい。どこだ？ちょっと、ちょっとちょっと、ここで行くでしょ？で、さっきちょっとこれね、なんかね、あれだったんだよね。まあ、ちょっとこれ投げといた方がいいわ、これね。ちょっと待って、ジャンプ台ちょっとね、できるだけ投げといた方がいい。これ、待って、ちょっと、ちょっとちょっと。わかった、じゃあこれあれだな。ジャンプ台さ、これあれだな、これ。二つは投げとけってことはない。なんでそこで立ってんの？やっけっけっけ。うーし。あー、そういうことかい。あ、でもさっきさ、最初にやった時ってあれだよね。一個か二個くらいしか投げてないのにさ、あれだったよね。なんていうの？けっけっけ。どこだ？え、ないじゃん。これどこにあったの？わかった。これあれだよな。こうやってスターが切れるまでの間、ギリギリまでこれ持ってって、あ、パッ！かっか、俺、ほんとに、まあ。で、やっぱさっきのやり方良かったかもしれない。あとはね、ここね、ためらず駆け抜けろって話だよね。これ、で、あ、いけんじゃん！ジャンプだ！いらなかったんだけどね。いらなかったね、ジャンプだ。いや、でも面白い。ほんとに面白い。こんなパターンもあるんだね、ほんとに。マーニャンチャンネルー。はい、クッパ城1の1、草屋 YouTube さんへの挑戦状、クリアチェック1時間かかりました。はい、ということで、これね、なんか普通のなんかコースから、おぉマジでこういう画なんだ、これ。じゃあ、ここをさ、こいつ呼んでから、こうやって行けってことなのかな。あ、こういうことか、はい。で、なんだか、はい。よし。で、こうね、はい。はい。よし。これ出てくるでしょ？で、これ条件がやっぱりこいつ倒せってことだから、はい。で、あれちょっと待って。で、時間は、なんだっけな、バッカー！やべえ！よく上げすぎた！せめてね、何らかのパワーアップアイテム取らせて教えたけど、コインかい、ここ、ほんとにさ。で、あれだよな。で、ここはちょっとさっき俺ここでちょっとよく上げすぎたんだけど、ここをやっぱり呼んでから、うわっはっはっは！なんかね、地味に難しいんだけど、難しいとか言うとおりね、くだらない死に方するね、結構ね、これ。マジで。で、さっきね、こいつ呼んだ時にミスったんだよね。ここでしょ？で、こうだな。はい。これ、あ、スター出てきた！よし、これね、ザックザクやん、これ。なにこれ。あれ？ちょっとなんか足んなくね、これ。ちょ、待ってな。はい。はい。あれ？あべ、あべ、ちょっと、高すぎやしません？これ、ほんとに。はい、これ、スター出しな。これでね、もう、こうやっていくでしょ？はい。で、はい。で、やべ、今のちょっと時間食ったな。これさっきの最後のやつちょっとくせ者だったから、ほら。あーし、できた！やっぱ、なんでこんな手こずったんだろうね。まあでも結構ね、凝ってますね、はい。クリアチェック、ほんとむしろね、クリアチェック1時間でこんなんできたのかなってね。うん。はい、タイム更新いたしました。あ、待って。はい、いいね。いや、ほんと結構いいコース、面白かったです、これ、ほんとに。マーニャンチャンネルー。
はい、ピージャンコース中級、草谷陣さんぜひ挑戦してください。その場合に俺が絶対勝つ。これ数やれってのがね、なんていうの、やっぱり条件になってくると、これあれなんだよ。もう、まず、はははこれやっぱりね、数やれってのが条件だと、なんで掴んじゃうんだよ、なんで掴んじゃうんだよ。やっぱり数あるから、もう、数が条件になってからもうね、まず、なんていうの、あれだよ。ズルができないっていうね。この辺から行って、おーっとやっちったね。はい。これ上にあんな、まあ、初見では絶対わからんで、これ。はい。わかんてかね、時すでに遅しになってから、なんていうの、わ、おはこれは俺がやれて、やらかした。ここな、うん。よし。はい。ということで、はい。ここね。おっと、危ねえ。まだ、まだ3分の1くらいか。はい。1、2、はい。3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6。なんか変な。バカバカバカべ !1 個取り逃してる。やべえ、1個取り逃してんだけど。やべえ。ちょっと、これ、サイコタイム大丈夫でしょうかね。うん、いけたけど。多分、サイコタイムいけなかったら、今そこしくったからさ、どうなんだろうね。うん。まあ、でも、結構ね、結構いい感じですよ。あ、タイム更新、ちょっと、あそこでつむ、何、赤コインでつまずいたのに、なんかタイム更新行くんだ。まあ、でもね、結構崩されてますね。まさかね、初見でわかんないところで上やられるとはね、はい、いいね。あそこでつまずいたのにタイム更新するなんてね、はい。はい、さあ、頑張れ、諦めないまで、やればできる、クリア率 3.41、はい。はい、これ、スーパーボールのままゴールってことで、はい。オッケー、いけるいけるいける。ということで、なんかちょっとね、スタート出遅れたのがちょっと怖いんだけど、これ大丈夫か、これ、クリア率結構低かったしさ、はい。ちょっと待って。おおよし、オッケー。今度はちょっと有利で、今度はちょっと有利だね、はい。ということで、ここダッシュするでしょ。で、2個目取る人、これ何個取ればいいんだろうね、はい。ということで、ここは、ちょっと待って。やべ、当たんねえ。これ、登っていかねえな、これ。ちょっと待って。これ、どういうことだ、これ。はい、行く。やべ、ちょっと今、少し出遅れたな。少し出遅れたね。はい、ということで、これは、今度はちゃんと割り合いますかね。これ、多分ね、音楽が切ることで、やけくそにもしかしたらジャンプした方がいいかもしんねえ。今してないけどさ。ちょっと、P スイッチがどこ行っちゃったんでしょうかね。ちょっと待って。どこだ?ちょっともうね、適当にね、スーパーボール投げとこう、これ。この高さだったら壁行くな。よし、オッケー。はい。ということで。これちょっと待って。あ、危ない。よかった。はい。ここ、待つの退屈だね、これ。はい。ということで、はい。で、ここは、何これ。なんで、ちょっと待って、ちょっと、来ないでくださいよ。ちょっと、スイッチ変えないで送んなさいね、本当に。はい。よし、オッケー。よかった。はい、ということで、これは、これ全部あれ倒せってことだよね。はい。よし、あれちょっと待って。鍵、こいつ、鍵なり、これ、誰か持ってんじゃねえのこれ。違うんだ。綺麗にすり抜けんなよ、ほんとに。待って。よし、オッケー。よかった。はい。これを見た、ティモンティの高木社、やればできるって言ったとか言わないと。お、さっきはよく待ってくれたな、本当にね。ちょっと待って。おし、これでいけるわ。さっき、なんじゃこりゃ。これを見たアクスナジヨシが、なんじゃこりゃって言ったとか言わないとか。いや、言ってないと思いますけどね。これ多分ね、2個ね、落としちゃうとちょっと不利になるから。あ、オッケー。あべ、これ条件手放したっけ?やべえ。これた、どっからないかな、どっからチャンスねえかな、もう一回スーパーボール取るチャンスみたいなのさ。これなかったらさ、これゴールのところにたどり着いたとしても、まあないんだけど、クリアできないんだけど、これちょっと待って。ちょっと、これどこまで続くんでしょうかね。これ多分持たないっしょ、これ本当に。これね、二つ落とすとちょっと損すっから、これね。どこだ?よし、OK。着いたね。OK。よかった。はい。はい。で、これでしょ?条件手放してるし。この状態にしといて。よし。さっきあれ、ここでさ、あれ、ダメージ食らったんだよね。あれだよね。これ、近づきに結構、近づきすぎに注意だよね。これなんでかっていうと、まずね、ダメージ食らって、なんていうの?
パワーダウンして、おお待って、あ、そっか、ここだったか。どこで死んだっけな。このコース名はね、諦めないでやればできるっていうことなんだけど、まあ。ちょっと待って。やっぱ、ダメだこれ。マジ。ここあれだよね。ちょっとずつ行けばさ、抜けられるってことなのかな。結局、ほらね。オッケーオッケーオッケー。まあ、こんな感じか。で、やっぱ、行っちゃったじゃねえか。なんだそれ、本当によ。やべえ、すげえ迷う。マジでないこれ、本当に。これあれだよな。こうやっていくでしょ。なんだろうな。オッケー。見えてきたらもう、そこで駆け抜ける。オッケーオッケー。ああ、こうやっていけってことか。なるほど、なんか、いや、マジで少な、これ。ちょっと怖え。マジで怖え。ゲッゲッ。おっぶね、おぶね、今、トゲに当たりそうになってた。やべえ、これちょっとやべえ。マジでやべえ。うわ。じゃあ、これあれだね。後ろか、後ろ出しといて、これ前、なくなってねえよな、これ。ちょっと確認すけどさ、これ、なんていうの、後ろからこうやって通って、行って、してきた。これで、即これで行って、で、後ろ今度残ってるよね。うん。マジでなんかもう、諦めないでやればできるとかっていうタイトルなんだけどさ、これを見た、マヤビキが、諦めないでって言ったとか言われたか、いや、言ってないと思いますけどね。こういう場合、どっちが恐ろしいんだろうね。マヤビキのさ、諦めないでか、もしくは、ティモンディ高岸のさ、やればできるっていうね、うん。ということで、やっとクリアできた、これさ。結構ね、待たせる時間長いからさ、これね、このコースさ、やっぱり、中間がない分ね。ということで、クリアできて嬉しいわ。まあ、でも、結構なんかアイディア振り絞られてません。地味にやらしい、本当に。